皆さんこんにちは、アンナです。ルーニーで、おっと、前回一度死んだんですけども、またしつこくやり直しをして、ジェロームにスイートルームで会って、シサンマに遭遇して逃げ回るという、ここからスタートです。前回死んだのはここだ。ここで呪いの赤ちゃん人形に殺されたんですけども、調べれるのかな。フレタン素材、あんまり特に何もなさそう。わあ、もうこれに、この人形にあんまり関わりたくないんだけど、必要なイベントなのかなっていう気がするから。ベイビー、この三角ボタンが出てくるんだけど、あ、こんなのっていいのかな。やめろ、で撲殺するのかと思ったら、本棚を倒してぶっ潰しましたね。ひどく場にそぐわない球体？なぜビリヤードボールが。気味が悪い。ブランコは？え？またこの、鬱陶しい少女。It's a very bad thing to kill people, right? So you need to be punished. 人を殺す？ Mom and Daddy would lock you up in the closet for the night. But I'm nice. All you need to do is play with me. Come on over. I'll be waiting. やだよ。It's what you want, isn't it? どういうことだろう。さっきの少女がルーニーに殺された？関係がわからない。妹とかかな。セーブしたいけど、あれが、充電器がどこにもなさそう。今の扉から入ってきたのかな。でもこっちにもある。あ、そっか、出入り口は2つあったんだ。もうセーブポイントがないから、いろいろ調べるのが怖い。ここは？へえ、そういえばモニカもちょっとお金借りてたよね。なんか怖い、このカーテンの間とか服の間から出てきそうで。は？今マネキンの首から血が出てたんだけど、これもしかして人の首？人間の生首かもしれない。ああ、とりあえずまた出てこられたらたまったもんじゃないので、できるだけ倉庫。ピクともしない。回避エリアがあるかなと思ったけど、ないかな。これは、そうもないな。はあ、教授でもモニカでもジェロームでも誰にでもいいから会いたい。この孤独な作業はもう
いやだ。絶対あれ人の首だよね。マネキンと色が違うもん。うわ、悪魔の自販機。って動くのかな？やっぱり、ダメだ。ダメか。あ。こんなところに、すっごいわかりにくいんだけど。念のため充電しておこう。そうだ。セーブが必要だ。カウンター？一枚の紙。またこれか。まあいいや。ここに何か、ありそうなんだけども。この先に確か一瞬入ったけど、なんか締め出されちゃった。あ、部屋が。字は開かない。爆発音。一体何が起こってるんです？あの時は開いてたのに、今は開いてた。そうだよね、開いてたよね。シザーマンに追いかけられてる時に、ここの前を通った時はドアが開いてたけど入れなかった。何かあるのかな。椅子？ほう、椅子は一箇所調べられるだけ？なんだろう。ここで惨劇は行われていない。スクリーン。何も映ってないだと。なんだ？何のためにここに入ったんだ？出てくるんじゃない？ケリー！あ？ケリー！倒れてる。びっくりした。ルーニー、I feel like I just got back from hell. 声が渋い。Did the monster get to you? I was running from it, then I fell and hit my head. ここで転ん、閉じすぎない。It's left a lump, all right. 転んで気を失うってよっぽど。お前も無事？出くわしたよ。なんとか逃げて。なんでそういう呼び方するの？それは、うぐぐ。マジな顔すんな。実はいい人なのかな？多分。消火器があればいいんだよ。ありゃいいけどな。人間じゃないんだ。あの魔法陣がやっぱり何か意味があるのかな。呪いのシザーマン。一緒に行動すればいいじゃん。いるだろ、いる。友達が増えたね。無事でいるといいけど。死にたがりは余計です。椅子の間とかに何か落ちてそうなんだけどな。ないかな。ここ調べたっけ。ない。映画館まであるとか、よっぽど大きな船なんだろうな。隠れる場所も、攻撃するためのものもないけど。
なんで逃げてる途中では入れなかったんだろう。鍵ね。何を調べればいいのか。ケリー。出ない。珍しく。なるほど、何もないんだ。ポストできない。あ、ここでレナード教授のツイートが。奇岩の男に関する情報が載ってる。これでやっと教授との時間が合致したんだ。セーブしよう。あ、ケリー。あれ、今電話鳴って取ったと思うんだけど。扉の前。扉の前って何？さっきの扉？その前に。ここは何もなかったっけ？ある。果たしてここにここを通っていいのだろうか。ビリヤード、はあ、またビリヤードの玉が。これを集めることに何か意味があるのかな。ああ、これ音楽鳴ってシザーマンが来たりして、はあ、これはカードキー端末でよ。ケリーを探すのが先か、それとも戻ってみようかな。この部屋、さすがにもういないはず。ん？なくなってる。悪いし、出ようかな。先にケリーを探しに行こう。はい、セーブしたのでケリーを探しに行こう。扉の前ってなんだろう。どこかの部屋の中に隠れてるのかな。部屋って言ってもそんなになかったけど、キッズルームか。この前に通るたびにあれが目に入ってとても嫌な気持ちに。てか誰かと合流できないのかな。倉庫はここね。電話。開けてくれた。意外と優しい。お、誰だ。この T シャツはソラールさん。あ、間違えて。部屋の隅に水たまりができている。あ、
黒幕とおぼしき、こんなことになってしまって。何をしたの一体。この船のオーナー、それは知ってるけど自白してるようなものですが、それ犯人はお前か。船長には会ってないかね。っていうか誰にも会ってない。連絡がつかんのだ。うん、思いたくはないが、本性を表せ。っていうか、ルーニー SNS 確認したのに。でも義眼っていうことは知らないのか。モニカはいないし、マリアさんはいる。無事だったのね。うん。教授は、教授がどこにいるのか。うん。でも船の外に行っちゃうからね。っていうことは、ああ、さっきポストがあったから、うん、もう間に合わないかな。当然でしょ。怒ってる。ちょっとなんでそんなに怒るの。やっぱり教授のこと好きなんだ。ひどい。これは教授に恋してるな、多分私に話しかけないで悲しい。今は大変な時なんだから、もっと自分を制御してよ。自分をコントロールすべきじゃないの。立てこもる。本当に大丈夫かな。そこに真犯人らしき男がいるんだけどな。見てない。一人は死んだ。私は見てないわ。モニカがどうなったのかは気になる。探してくるわマジです。教授とジェ？あ、ジェロームか。勇気を出して言ってるんだからふん挑発してる場合じゃなくて、応援してあげたらいいのに。怒ってる。ぐぬぬ。うん、知らない。ハブにされてるもんな今この状態で心を折るような、ん？ああ、そうだね。うん、マジかルーニーいい子だな。うん、ケリーは優しいかも。サバサバ系の女子なのか目が死んでる大丈夫。うん、ワクワクが押し寄せてくる。会話は同じでした。はじめまして、ルーニーです。アンジー
感じよ。あの女優の人に似てる名前も顔も、ジョン・トンプソンって言うんだけど、ああそう、確かジョン・トンプソンは死んでたんじゃないのかな。うん、話が聞こえちゃったまあ聞こえるよね。うん、勇敢なのね。ん？あ、マジか。話聞いておいてよかった。うん、持ってるはず。番号も控えとくといいわ。ありがとう、アンジ。ちょ、ドアップ。夫が無事かどうかもわからないのに、モニカの心配をする聖者のような女性だな。この船のオーナーさんなら、フロアから出る方法。出ますが。なんとも無茶な。永遠？なんか言ってることが宗教臭い。橋？映画館の通路奥？うん。鍵。非常階段の鍵。マリアちゃん。完全に仕方されてる。会話する気はなさそうだ。悲しい。で、私は何を調べればいいの？ここは調べてはいけないような気がする。セーブだ。どうしよう。セーブが終わったけど結構一段落ついたような感じなので一旦終了します。また次回、この場所から多分探索を始めると思います。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。